はい。今回も、高一についてやっていきましょうか。日テレの番組、バンキシャでえ、ビッグモーターに関してですね、取り上げられたんですけども、この中でかなり高一についてもですね、触れられていましたので、紹介していきたいと。 思います。ビッグモーター特集というよりかはですね、もはや、高一特集です。<laughs> 高一高一なんか高一だけでシリーズ番組作れそうだな。<laughs> 1時間とか2時間の、この1回きりの番組だとなんか、もう全然足りなさそうですね。いやー、高一、さすがだな。<laughs> <laughs> でもやっぱりテレビだとハードル高いから、まぁ、あ、ちょっと YouTube とかどうコウイチ。このチャンネルでコラボしないコウイチ。コウイチ頼むよ。この YouTube 見てたらぜひ連絡いただけると嬉しいです。コウイチ待ってるぞ <laughs>、えー。それではですね、今回の番組について記事という形で文字起こしされていましたので、こちらちょっと紹介していきたいと思います。えー、今回の記事こちらです。 え、ビッグモーター不正横行の背景にロイヤルファミリーか現役社員パワハラの域を超えている脅しっていうのでですね。え、もうタイトルからやばい。<laughs> タイトルからやばいですよね。え、ビッグモーターをめぐる一連の問題で多くの関係者から不正横行の背景にあると話が出たのがロイヤルファミリーと呼ばれ恐れられていたという金重孝一前副社長とその側近二人の存在。 バンキシャが取材を進めると、その横暴な言動の実態が見えてきた。28日、バンキシャはビッグモーターの現役社員に話を聞いた。語られたのは社内で恐れられてきた、ある3人の存在だっていうのでですね。小市小市は自分がロイヤルファミリーって呼ばれてること知ってた <laughs> 王族だって王族。ロイヤル小市だって。<laughs> かっこいいな、小市 <laughs> で、現役社員が言いますと、 5年から6年前から突如現れた副社長の金重孝一さん、取り巻く本部長と常務、この3人が実験を握り出して会社は180度変わりました。それからですね、パワハラや頻繁な人事異動、降格が始まったのは、 その偉そうな感じで、前社の中では、ロイヤルファミリーって呼ばれていたっていうので、まあ、この3人をやっぱり記者会見で一人も出さないあたりですね。金重、ひろゆき前社長も含め、まあ、会社の人たちも、この人たちが一番悪いってよくわかってるんでしょうね。まあ、一番の原因なわけですからね、高一とこの3人が。まあ、この人たちは出てくるべきだったんじゃないかなと思いますけどね。それで自分たちの口から謝罪すべきだったんじゃないかなというふうに思いますけどね。 今でも遅くないぞ、高一。待ってるぞ、高一。金重前社長の息子、高一前副社長と二人の幹部、不正が横行した背景には、ロイヤルファミリーと呼ばれる、この三人の存在があったという。東日本の店舗で店長を務めていた元社員からも同じ証言が、店長を務めていた元社員。 ロイヤル、ロイヤルって呼んでいたんですけど、あの三人が吐けないことには、あの会社は良くなることはない。まあ、あ高一は辞めましたけども、残りのロイヤルが辞めたっていう情報はないですよね。まあ、あこのあたりもビッグモーターはちょっと明らかにしてほしいですよね。で、保険金の不正請求問題をめぐり、ビッグモーターの金重博之前社長は25日辞任を表明した。息子の前副社長の辞任も発表されたが、高一前副社長は会場には姿を見せなかった。 実態解明に国も動き出している。国土交通省は28日、全国34の店舗に一斉に立ち入り検査を行った。しかし、高一前副社長は未だ公の場に姿を見せていない。一体今どこにいるのか 話を聞くため、番記者は都内にある金重前社長の自宅を訪ねた。しかし、呼び鈴を鳴らしたものの応答はなかったっていうのでですね、え番組の中ではですね、金重家の都内の自宅、それから熱海の別荘、それから軽井沢の別荘を訪れていたんですけども、もちろんどこに行っても姿は表しませんでしたえ。軽井沢の別荘に関しては、ここ最近急にセキュリティが厳しくなったようでして、なんかシートのようなものでですね、中を隠していた。<laughs> 中隠していた なのでもしかしたら軽井沢にはなんか立ち寄った可能性あるんじゃないかなというふうに思うんですよね。軽井沢でゴルフしてる可能性あるな、これは。こいち、今、どこにいるんでしょうかね。こいち、今、どこ <laughs> 軽井沢もしくは、海外の可能性もありますよね。ハワイでゴルフしてるみたいなですね。その可能性もありますよね。こいち、海外いても、あの、ウェブ会議でいいから、お願いします。<laughs> コラボお願いします。はーい。 ちょっと自宅に訪れたところの記事はちょっと飛ばしていきまして、ここですね。高一前副社長について聞きますと、高、えー、一前副社長はどんな人物なのだろうか。バン者が入手したのは各地の店長らが参加するグループ LINE の投稿だ。送り主は高一前副社長と見られている。そこには次のように書かれてあった。 いくら言っても価値観が合わない人は居場所はありません。こういう人を放置しないように周りにも悪影響ですっていうのでですね。こいつ頭にブーメラン刺さってるの気づいてる <laughs> 頭痛くない痒くない <laughs> 犯罪をしてもいいんだ。詐欺をしてもいいんだ。お金さえ儲ければそれでいいんだ、えー。人に迷惑をかけてもいいんだというですね。そんな価値観、やっぱり合わないですよ。うん居、居場所もないでしょ、そりゃ。放置しないようにですね、きちんとやっぱり取り締まらないと、みんなに悪影響ですからね。はーい。えー、社員を辞めさせるよう指示していたのか、社員のもとにはこうした暴言ラインが、高一前副社長らから、日々届いていたという、えー、現役社員。 ロイヤルファミリーから1000件くらい1日に来ていたので、ずっと LINE が鳴ってるんですよ。ずーっとすぐ返信がなかったら、こんなのも返信できないのか、こんな能力のないやつダメだとかなる、パワハラの域を超えている脅しですね。おかしなことはたくさんあったんですけど、誰も言える体制ではなかった。まあもはやですね、これ行かれてますよ。これもですね、なんか MBA 取るときの授業で教えてもらったんでしょうかね。こ <laughs> いこれ授業で習ったの <laughs> まあ、あ千件も LINE する暇があったらし、他の仕事しろよと、副社長として他にする仕事あっただろうと思いますよね。まあ、あこんなことばっかりしている副社長の方がですね、よっぽど能力がないと思うんですけどね。こいまたなんかブーメラン刺さってない。<laughs> そろそろブーメラン刺さってるの気づいてる <laughs> 何個も何個もブーメラン刺さってるぞ、お前の頭に。<laughs> えー、ロイヤルファミリーの応募ぶりが特に目立ったというのが、 掃除や整理整頓が行き届いているかをチェックする環境整備点検だ。じゃあ、この除草剤の件もやっぱ高一の責任ですよね。きちんと責任取れよ、高一。あれ、税金だからな。ちゃんと弁償しろよ。操作にかかった一連の経費も全部払った方が、より印象いいと思うぞ。うん。現役社員が言いますと、大名行列みたいな感じですごい偉そうに店に入ってきて、 あれやらこれやら何癖つけて、とにかく三人の機嫌を損なうことを一言でも言うと一発でアウトなので、どこに飛ばされるか、どんな広角の罰を与えられるかわからない。広角はその場で言われるんですかえー、ほぼその場です。あ、もう君交代とか。さらに店の外でもある難題が。さすがお坊ちゃま、えー。環境整備で各地を回るので、あの人たちは美味しいご飯をたくさん食べるんですよね。 <laughs> わがままだな。えー、全泊とかして。そのお店は店長が用意しなくちゃいけない。店長は下手なところ連れて行ったら何言われるかわからないので、一回行くんですよ、自分で。味とか接客とか見て。で、招待して。 それで、その店が、ロイヤルファミリーの誰かが気に入らなかったら、それで広角になった人もいます。って <laughs>。偉そうだなさすがロイヤル高一だなうん。お店は、ロイヤル高一が用意しろよ。本当に、もう、ビッグモーターってなんか地方とかにもあるので、これ大変でしょうね。そんな、ロイヤル高一が満足するようなお店が、どこにでもあるわけじゃないじゃないですか。ないケースもあると思うんですよ。これ、ロイヤル高一ですね。やっぱ、 ファミレスとかだったら怒るじゃないですか。ロイヤル高一なだけにロイヤルホストとかそういうのだったら絶対怒りますよね。いやー、ほんとめんどくさいな、こいつ、えー。元店長からも同じような証言があった。ロイヤルファミリーが来るときに店長がご飯の場所を探さないといけない接待というか、その段取りは泊まりであればこっちで、それが美味しくなければそこでも降格高、えー、一さんの機嫌を損ねたら終わるので、うん、やっぱり、ロイヤル高一わがままってみんな言ってるぞ えー、特別調査委員会の報告書によると、この3年で47人が前副社長らから一方的な降格状を受けた。<laughs> かわいそう、えー。前副社長らによる暴言や広角人事の実態について、ビッグモーターは番記者の取材に対し、 現場の声を拾い上げる仕組みの構築と再発防止に向け真摯に対応していくと回答した。ただ、金重親子の資産管理会社がビッグモーターの株の100%を保有していることから、親子を知る関係者からは懸念の声が、親子を知る関係者、金重前社長はビッグモーターへの思いの強さと同じように、息子のことを大切にしてきた。さすがに今回、後継にすることは諦めているだろうが、今後もかというと、 前社長の性格からしてそう単純に割り切って諦めているとは思えない。 いびつな企業風土を断ち切れるのか疑問視する声も上がっているっていうのでですね。いやーやっぱりこれ、ロイヤル高一戻ってくるんじゃないですか忘れた頃になんか戻ってくるんじゃないかなというふうに思うんですよね。ほんとなんかビッグモーターがやらかす不正もそうですけども、ロイヤル高一もですね、想像以上にもう本当にとんでもないことをするようなやつですよね。いやーこんなとんでもないやつがですね、またビッグモーターに戻ってきたら、えーこれ、まあ立ち直るす、 立ち直るのも無理だと思いますけども、仮にまた戻ってきたらもう立ち直るどころかまた崩壊する一方ですよね。いやビッグモーターのためにもそれから世の中のためにも日本のためにもうんもうビッグモーターには戻らない方がいいんじゃないかなという風に思いますけどね。はい、まあ、持ってる資産を切り崩して周りにもう迷惑か,かけないようにのんびり生きていくしかないんじゃないかなという風に思いますけどね。まあ、賠償とかそういうのもあるのでうん、そういうのもしてほしいですけどそれを全部払い切ったらなんか資産もない そうな気はしますけどね。うんいや、どうするんでしょうかね。はーい。 え、皆さんですね、今回、ロイヤル高一、またロイヤル高一の実態がですね、えー、明らかになりまして、もう接待までさせられると、えー、年上なのになんでこんなロイヤル高一のことを接待しないといけないんだーってですね、もう皆さん大変みたいですけども、えー、このロイヤル高一ですね、えー、処分、ロイヤル高一の処分ですね、今回、まあ、これだけロイヤル高一が問題を起こしているにもかかわらず、まあ、報酬 50%3 ヶ月の返上だけで済んでいたっていう現状ですよね。この処分についてですね、皆さんどのように思いますか でしょうかかなんかこういういい報道全部こここのロイヤル小一がしていたととを考えるとですねこんなの全然足りないだろうって、<laughs> こんなので足りるわけないだろうっていうふうに思いますけども、えー、皆さんですね、この、えー、報酬 50%3 ヶ月返上、えー、妥当だったと思いますでしょうか妥当ではない、不十分だと思うか、えー、妥当十分だと思いますでしょうか皆さんですね、こちらアンケートに回答いただけると嬉しいです。 先ほどのアンケートはこちらのツイッターでアンケートを実施しております。動画の概要欄にこちらのツイッターのアカウントを載せておきますので、こちらの動画ご覧になった後ですね、ツイッターに飛んでいただいてアンケートに回答いただけると嬉しいです。えー、それからアンケートの回答終わりましたらツイッターのフォローの方もお願いします。それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。 はい。今回の動画はここまでになります。それではまた。次の動画で。待ってるぞ、ロイヤル小一